コメントを OK こんばんはルカちゃんこんばんはこんばんは皆さん元気にやってますか最近どうですか久しぶりのインスタライブになっちゃったからどうですか皆さん最近は調子は良きですかちなみに私は調子は良きです 体調も崩さずに毎日元気にやってますどうですか皆さんはこんばんはあグッドグッドボタンいただきました皆さんも体調崩してないですか最近ねうん バッチリです。元気だよ。よかった、よかった。あ、そう、浜ちゃんの公演、そう、見に行った、私。先日、エケビチームエイトの雫公演を見に行きました。久しぶりに。あ、でも、2回目なんですよね、見学するのは。仕事に追われる毎日です。お疲れ様です。本当に。 休休める時休んでくださいねエアバト以来会えてないねそうですねそっかそっかエアバトのイベントもね定期的にやらしてもらってるんでまた今後ねそのやる機会があれば是非来てくださいエアバトのイベントは基本東京が多いんでお時間空いてたら是非とも。 ください久しぶりやなインスタライブ間に合ったこんばんはこんばんはよかった間に合って間に合わんかもしれんかったってことやんなよかったですお仕事が終わったんかなお疲れ様ですぜひぜひ行きますありがとうございます このコメントを固定してる通り3月26日にファンミーティングするんでぜひその時間空いてれば会いに来てください。ファンミ楽しみね私も楽しみ。初めて。ファンミ初めてなのですごい楽しみです。髪伸びたね。あ、確かに。伸びたかも。 言われれてみればでもね私的にはねここぐらいまで伸ばしたいんですけどだからあと1年1年ぐらい伸ばさなあかんなあ思ってそう以前これぐらいまで切ったんですよ去年の春ぐらいかなちょうど1年前えそんな最近じゃないかまあでも結構短く切ってこの前 ぐら,ぐらいまで切って今こんだけ伸びたんでまあまあまあ伸びましたねいつ切ったかなあれ去年かな去年の春とかかなやっぱり冬冬か春かたまたま見学に行ったのにそう雫公園見学しに行きました顔見た瞬間梅干し食いたくなってきたなんでそういうこと どういういことそんなことある和歌山出身やから私そんなことある食べて食べてチケット購入しましたありがとうございますエアバトルのリベンジならずあ予定が合わないってこと3月26日そ,っそっかそっかそっかでも定期的に私ファンの方と直接お会いできるイベントしてるんでぜひ 会える時は来てくださいなんか私めっちゃ声あ、あ、ガラガラ、ガラですよねごめんなさい、なんか <laughs> こんな声であ <coughs>、あ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 、やばいですよね、声私ごめんなさいねなんか普段話したら別に違和感ないんですけどこうやって話したらなんか変ですよね、私の声どうですか変やでってコメント待ってます <laughs> 初見ですっごい初見ありがとうございます梅田にいるんですね今こんばんはこんばんはファンミは撮影タイムありますかえっとですねおそらく写真撮影 OK ですっていうのとあとイベントのそのファンミの一番最後のタイミングでファンの皆さんと一緒に 集合写真撮影タイムっていうのもあるしあとはプラス2000円になってしまうんですけどファンの方とツーショットで写真を撮ることができるんですねでその時にツーショットも撮っていただけるし私のワンショットも撮っていただけるっていう感じですそう それは1分間っていう時間制限があるんですけどその1分間の間でファンの方と2人でツーショット撮るかもしくは私のワンショットを撮っていただくかっていう感じになりますえルカさんに会えるイベントがあるんですかそうなんです3月26日にここに書いてる通り初めてのファンミーティングをします初めてなので楽しみですのんちゃん のんちゃんですね覚えときますね楽しみハマちゃん卒業発表で関西メンバーももちゃんとセリちゃんの2人になってねそうですね関西メンバーも2人になっちゃいますね今後6日の夜にチケット買ってありがとうございます俺も意見ファンミー第2回今から企画してください <laughs> 確かにいけないって コメントししててくれてたためっっちゃ悲しかったそっかそっかなんかファンの皆さんの予定とかもあると思うからできれば早め早めにそのイベントの情報解禁をいつも知ってるつもりなんですけどそれでもやっぱりね予定が合わなくていけないっていう方が毎回いらっしゃるのでわかりました「ファンミ第2回企画」 わ <laughs> かりましたえでも本当にこの今回の3月26のファンミーティングが好評だったら今後も定期的にできたらなって思ってるんでもう本当に皆さん楽しめるようなイベントにしたいなって思って今計画を立てています。ご飯出るっっててて書いてあってそう びっくり。そうなんです。ご飯もね、食事付きなんですよ。このファンミーティングは。だから皆さんでご飯を一緒に、前半ね、前半皆さんでご飯一緒に食べながら、お話ししたりっていうことも考えてて。そう、だから皆さんお昼ご飯は抜いてきてくださいね。食事付きなので。その、用意する食事も何がいいかなって。 考えて用意しようと思ってるんで、ぜひ皆さんお昼ご飯は抜いて、少しお腹を空かせてきてください。そんながっつりたくさん大満足するぐらいの量っていうわけじゃないので、まあ小腹程度は開けてきてください。 阪神三宮東口ででかい献血ポスター見てしばらく眺めてしまった嬉しいありがとうございますそう私もねたまにね阪神の三宮の駅を利用するんですよでその時になんかボーっと歩くじゃないですかボーっと <laughs> ーと歩いて「なえなんか見たことある?」って思ったら自分のポスターあるんでちょっと「ちょっとこれ私やで」思いながらさちょっと眼見したり 利用客にちょっとやってみたりまあ嘘なんですけどそれはそんなことはしないんですけどちょっと誇らしげな顔をしながら歩いてますそこを通るときは「ルカヤで」ってそうでもバレたことないけどね「えご本人ですか?」とか言われたことないけどないけどちょっとそのポスターの前歩くときはちょっとだけ誇らしげな顔をしてますだからぜひ皆さんも阪神三宮の東口を 利用さされる方はぜひ見つけてみてみください献血のポスターがねドドンとどでかく貼ってあるのでなんか定期的に DM とかでそのポスターの写真を撮って送ってくださる方がいるんですよ「ルカがいた!」みたいな「ルカのポスターがあった!」みたいな感じで、あのー、実際友達とかも送ってくれるしファンの人も DM で送ってくれたりするし。 嬉しいですなんかポスターの前でこうやって写真撮って「ルカのポスターと一緒に写真撮った」って言って送ってくれる方とかもいてすごい嬉しいありがとうございますおたかつありがとうございます <laughs> あトークアプリも見てますありがとうございますそうあのねいわゆるモバイルメールっていう感じのアプリをしていて 有料のトークメッセージアプリなんですけどありがとうございますぜひよかったら興味ある方撮ってみてください見逃しかけた危ない危ない危ない <laughs> 危ないよかった間に合ってイベント自体どのぐらい長さのえっとこのイベント自体は約3時間ぐらいの予定をしていますだから結構 がっつり盛りだくさんですえっと先ほど言った追加で2,000円で2ショット撮れたり私のワンショット撮れたりっていうのがあるんですけどそれはご自身でお任せぜひ参加したいよって方はぜひ参加していただいて。 いや大丈夫だよっていう方はもうそこで終わりで予定がある方とかはあのー、帰宅してもらってもいいようにその前に1回このファンミーティング自体のイベントはお開きっていう感じになりますでその後にツーショット撮影っていう風になるのでだから約2時間半から3時間ぐらいの予定をしています 結構盛りだくさんですよね聞けば聞くほど髪入れ本当ですかありがとうございます植物アレルギーがあるけど言っていいですかえっとそうですねアレルギーがある場合は事前に言っていただけるとあのそれを省いて用意 でできるんんじゃなないいかなっていうふうに思うんであの申し込みフォームとかメールで送ってくださればあのその、ね、スタッフさん本当に皆さん優しい方ばっかりなので本当にそれを除いた食事を用意していただけるかなというふうに思うのでもしアレルギーとかがある方は事前におっしゃってください。 マジで楽しみです。ありがとうございます。3時間で1万円長い。ほんとですかありがとうございます。え、もうね、ほんまにね、盛りだくさん。<laughs> 盛りだくさんのイベントになってます。ありがとうございます。予約したありがとう。17時まで東京駅に着けば帰れます。えっと、17時まで東京駅に着けば帰ります。あ、行けます。イベントの詳細じゃあ、 言いますね、あのー、もうすでにインスタとツイッターでは言ってるんですけどこのインスタライブではまだ言ってないんで詳細を言います別々に申し込んだんですが友達と一緒に座席座りますかあ全然行きます行きます席はね多分自由席みたいな感じでなると思うんで全然大丈夫でえっとじゃあ 詳細を言いますね。と、まず、3月、日程は3月26日の日曜日で、オープンが11時30分。で、スタートが12時になります。お昼の時間帯です。で、場所は池袋ホットアイズっていうところになります。東京の池袋で開催します。 オーープン11時時分スタート12時ですでお食事付きのイベントになっていて、えっと、1万円っていう価格になっていますでそのイベント後に、えっと、希望者のみプラス2,000円で私と一緒にツーショットを撮っていただけるもしくは私のワンショットを撮っていただけるっていうふうになります でこのイベント内容を言いますと,と質問コーナーだったり皆さん全員で参加していただけるようなゲームやったりあとは実際に歌を2曲ほど歌わせてもらったりあとはですね えっと、ご来場してくださった皆さんと私で集合写真記念撮影をしたりとかですね本当に2時間半から3時間の本当に盛りだくさんなイベントになってますなので終了予定時間は2時,2時半から3時ぐらいですかね ぜひぜひあの申し込みの方を事前にしていただく必要があるのでその申し込みを私のツイッター見ていただくとあの固定ツイートしてるんでそこに URL があるんでそこから申し込みぜひぜひしてくださいそう歌うの歌います歌います久しぶりにファンの皆さんの前で歌うかな そう2曲ぐらい歌わせてもらいますルカちゃんに会えるの多分2019年とか4月以来とかってレベルないけどマジか楽しみえそんな久しぶりなんやえめっちゃ嬉しい確かにあのイベントあったけど予定ね合わんかったもんな今までちょいちょいねイベントあったけど楽しみ 久しぶりにエリート時代のキャッチフレーズ聞きたい。えやば。もう何年もしないですよ。<laughs> 何年もしない。当日久しぶりにヨヨヨを聞きたい説。え皆さんめっちゃ求めてくれるやん、ヨヨヨ。嬉しい。楽しみ倍増ですね。ありがとうございます。ぜひ皆さん、申し込みお願いします。バキバキに踊る説。<laughs> やば。 どううしようあのねその実際その日に披露する曲っていうのがまだ決めてなくって最終的にまだ候補をポン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 って出してるぐらいなんでなんかもし皆さん歌ってほしい曲とかもしあればぜひコメントで送ってくださいなんか私自身 なんやろ昭和の歌がめっちゃ好きなんですよ昭和に流行った曲がめっちゃ好きでそういう曲を歌おうかなっていうふうに今思ってるんですけど皆さんもしなんかこれ歌ってほしいこれ聴きたいっていうのがあればなんかね候補としてもちろん送ってくれると嬉しいですあ お色直しありますかえっと、お色直しね、ありますありますあります。あります。一回かな一回だけお色直しがあります。お色直し <laughs>。そう、着替えですね。お着替えします。何回かイベントあったの知ってたが、時間が合わなくて、そうですよね。そういう方いっぱいいらっしゃいます。 やっと握手帰った時にコロナで中止になって卒業以来全くイベントも行けなかったそうやんなほんまにそうやんな確かにやっと会えるねそう思ったら嬉しい記念グッズの販売ありますかえー、今のところ予定はないですね記念グッズ何が欲しいですかもし作るとしたら記念グッズって 例えば T シャツとかトートバッグマグカップとかですか記念グッズね特にそんな予定はねなんかないですね今のところルカちゃんの「サインがしおをんかねそのさっきも言ったんですけどこのイベント内でゲームをするんですけどそのゲームで勝利した上位の数名かになんか得点で。 プレゼント何かしらできたらなっていうふうに思ってるんでぜひ楽しみにしててくださいゲームもだから頑張ってください上位数名にプレゼントいたします制服の羽とか夕日を見ているかかな47すてな街おおはいはいはいキーホルダーアクスタ あーなるほどねりさちゃんと行くお楽しみにしてるアクシタめっちゃ人気やね私 AKB の時にアクシタなかったんで自分のグッズでやめてからアクシタが多分販売され始めたから自分のないんですよアクシタ だからちょっとねちょっと見てみたさはある何それみたいなおじさん頑張る頑張ってくださいゲーム是非上位数名に勝ち上がってくださいえアクスタめっちゃ人気やねそうなんや えー、そっかグッズはね考えてなかったですねアクスタって作ろうと思ったらすぐに作れるもんなんかなどうなんですかねグッズはイベント行けなくても書いたら嬉しあーオンラインでなるほどね受注販売的なことですか あほんまにそんなに1か月ぐらいあれば大丈夫なんですかねちょっとじゃあ相談してみますまさかのグッズをねなるほどちょっとねどうなるかわかんないですけど相談してみますね アクスタね確かにねなんか持ち運べたりするしねアクスタ全然間に合うよく作ってるえっそうなのよく作る作れるもんなんやよくへえー、そっかそっかそっかそのアクスタにする写真があればいけるってことですよねあはは 力生まれたアクスカアクスタ作ろうかと思ってちょっと調べたなるほどね自分の推しの写真を用意すればすぐに作れるってことですかファンの方自身もそっかちょっと相談してみますサイリウム何色と何色がいい私はねえっとイルカの青とみかんのオレンジっていうふうに言ってました でもあんまり浸透はしないですかね自分のアクスタ作って推しと同じ世界に入ってるええー、すごい自分のアクスタを作ってああねそういうこともできるんかすごいやっぱ推し活って素敵ですねほんまに。 そそうそう写真あればできるしイラストとかでもアクスタ作るから1個から作れるあそうなんやだいたいいくらぐらいで作れるんですか1つやったらそんな簡単に作れるもんなんですねアクスタ全身写真がありますそうですよね全身のイメージアクスタってええー ちょっと提案してみます当日ファンミーティングの日にグッズ販売できるのかっていうのとうんとまあオンラインで販売できるのかっていうのをちょっと相談してみますね現役の頃はアクスタも推しカラーもなかったもんねそうですねペンライトあった方がいいそうですね歌歌う時間があるんで ぜひその時に一緒にこうねやってくださるとより盛り上がれるかなって思うんでペンライトとかもし用意できるのであれば持ってきてください私自分のやつよくあるサイズで1000円とかやったあそうなんや1000円とかでできるんですねそっかそっか エンライトえー、なんかそんな皆さんの前で歌う歌うこととか久しぶりすぎてちょっと緊張する <laughs> どこがみたいなどこが緊張してるみたいな <laughs> 声出し o k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  ケーですぜひ皆さんで楽しみましょうイベントを。 あのそんな,な,ん,なんていうんだろう大規模な大人数でのイベントじゃないんで定員が決まってるんですよなので感染対策とかもしっかりしながら安心して楽しんでもらえるように考えてるので 皆さん安心して来てくださいやっぱりねもう大丈夫とは言えどちょっとね怖いっていうふうに思う方もおると思うんで安いよサイズによって違うけど S が450円 LL が1個900円えー、そっかサイズもいろいろあるんや SMLLL とか LL でも1個900円とかないあ、そうなんや。なるほどね。え、他にもしグッズ販売してほしい、するなら、どんなグッズがいいとかありますかアクスターはさっき候補に出たんですけど、それ以外に。なんかありますか 絶対神イベだから大盛況で終わって第2回確定ででありがとうございいますいやーでもね私がねやらせていただくイベントはね毎回「神イベ」っていうふうに言ってもらえるんで本当に今度の3月26日のファンミーティングも絶対に「神イベ」って言っていただけるようにあのー、いっぱいいろいろと。 考えますのでぜひ遊びに来てくださいタオルね移さないためにおマスクしますありがとうございます感染対策実用的なものたとりですそうですよね例えばタンブラーとかマグカップとかトートバッグとかってことですよねアクスタとか作る個数が増えたら安くなるしああはいはいはいなるほど 宇宙販売でやるのがタイミング的に良いなどはなるほどいつもインスタの投稿見せても、まありがとうございますお肌美容を何してますかお肌美容あっ今日今日えっとね美容貼り行ってきましためっちゃ良かった美容貼りして電気を通す手術なんやけどめっちゃ良かったですツーショットの時はマスク外していいのはい 大丈夫ですマスクなしで写真撮りましょうこの前実家帰ったルカちゃんのマグカップ見つけたうえう、ー、れしいまだ大切に置いてくれてるんやマグカップは卒業の時のあるから違うのそうですよね卒業記念でマグカップ作ったんでロゴ入りのマスクとかイベントの時に使える方から嬉しいああ えー、なるほどね洗って何回も使えるマスクってことですよねそっかそっかでももうマスク外してもいいよっていうふうになってるからねマスクの需要って減ってきますよね今後お父さんが使ってたえ嬉しい <laughs> お父さん <laughs> お父さんありがとうお父さんルカのことをしてくれてるってことやんな 嬉しいビオバリは関西そうです関西ですルカマグで飲めばよかった私もね使ってるんですよマジでマグカップあれめっちゃ大容量じゃないですかあのマグカップ私のグッズのマグカップ めっちゃ大容量やからめっちゃよくないですかあれ <laughs> めっちゃよくないですか <laughs> え購入してくださった方ありがとうございますマグカップお宝ねあ確かに花粉症の方とか確かにマスク使うかそっかそっかじゃ候補としてはアクスタかマスクか っていう感じかな実用性あるもので言えばマグカップ毎週休みにずっと使わせてもらってます嬉しいありがとうございます軸装パズルまるで軸装 <laughs> パズル <laughs> すごいなんかピンポイントなグッズですねなるほどねでもわかりましたなんとなくとりあえずでも 候補はアクスタですね皆さんの候補的にもなるほどなるほどご意見ありがとうございますえー、なんか久しぶりに握手会とかライブ前のワクワク思い出してるやばいえー嬉しい確かに推しの現場に行くって相当 ワクワクするよね確かに確かにワクワクされる側って思ったらなんかより私も私で嬉しいし絶対楽しんでもらおうっていう気持ちになるんで嬉しいですマグカップ使ってる嬉しいありがとうございますやった 4月始まりのカレンダー写真集みたいなやつあはいはいはいカレンダーねなるほど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 確かに卓上カレンダーとか確かに使えるよねなるほどね山本るか一生お嫁に行けなさそうおおおお急に急になんか 急に辛辣ななコメントが <laughs> なんで,なんで普通になんか私いい感じに喋ってたのに急になんでどこを見て思ったチケット届くのワクワクして待ってるぜひ楽しみにしてくださいルカちゃんのグッズならフライパンとかでも嬉しい <laughs> フライパン確かにでも実用性あるけど。 押しのフライパン使える <laughs> おもろいなおもろいなマスク嫌いだけどルカマスク使うよお嬉しい嬉しい在宅勤務なので卓上カレンダー嬉しいあ欲しいなるほどねいいですねその意見メモメモメモしとこうとあくせ そう今回のこの3月26日のファンミーティングのタイトル名なんですけどタイトル名というかなんていうのか私がこの3月で大学を卒業するのでその大学卒業記念イベントっていうようなイベントにはなってます一応。 この3月で私も大学を卒業してしまうというかするのでそれを記念してこのファンミーティングを開催させていただくことになりましたありがたいことにそうなんですだから大学生最後の私に。 私と皆さん実際お会いできるということなんでぜひお時間ある方会いに来てくださいデザイングッズ制作からやってるプロなんで協力しますよえプロプロの方がいる本当ですかそれはよかったらぜひともお力借りたいところですがね もしかしてトークアプリも卒業いやトークアプリは卒業いたしません今まで通りです他の SNS はもちろん今まで通りやりますインスタもツイッターも最近 TikTok も始めたのでぜひ皆さん TikTok の方もチェックお願いしますってことは次は社会人になったお祝いイベント <laughs> ほんまやほんまやそうや社会人記念イベント学業本当によく頑張りましたありがとうございます入場は購入履歴見せて入る感じえっとおそらくそうだと思いますメールは来るのかな事前にかもしくは購入履歴があるのならそれを見せていただければなと思います あと、名前とかを伝えてもらったら、こちらの方で把握してるので、事前申し込みの方の名前とかを、名前とかおっしゃってくださったら大丈夫だと思います。じゃあ、最後にもう一度、3月26日の詳細をおさらいいたします。3月26日の日曜日、場所は池袋のホットアイズというところで、 私の大学卒業を記念したファンミーティングを開催します、えっと、時間はオープンが11時30分でスタートが12時になりますで約2時間半から3時間ぐらいのイベントになるので、えっと、終了時間は2時半か3時とかになりますでお食事がついています えっと、料金は1万円になっています。で、追加に2000円お支払いしていただくと、私とツーショット写真を撮ることができます。えっと、携帯でですね、携帯でツーショット写真を撮ります。あと、私のワンショットもお時間の許す限り撮っていただけます。で、イベントの最中は、 イベントの最中というかイベン、そのイベントでは質問コーナーをしたり、ゲームをしたり、あとは歌を歌わせてもらったり、あとは皆さんで集合写真を撮ったりなど、盛りだくさんのイベントになってます。ぜひ皆さん、3月26日、お時間空いてる方は会いに来てください。 事前申し込みが必要なので、私のツイッターの固定ツイートを見ていただくと、そこに申し込みの URL が貼ってあるので、そちらから申し込みお願いします。ぜひ皆さん遊びに来てください。そのメールっぽいトークアプリ、どこかに入り方出てるのかなえっとですね。えっと、なんて調べて,て、えっとね。セントフォーストークっていうのがあるんですよ。それを、 調べていただくと、そのアプリをインストールしてもらって、で、私、山本るかを選択してくださると、そういうモバめみたいな感じで、私個人のメッセージを受信することができるので、ぜひ、セントフォーストークっていうふうに調べてもらうと、出てくると思います。あ、卒業おめでとうございます。え、嬉しい。お祝いして。 <laughs> お祝いして久しぶりお祝い待ってます <laughs> ということで今日はこんな感じで終わろうかなと思いますセント・ホストークそうセント・ストークぜひありがとうございますマッキーさんぜぜひひ ネイル取ってくださいるかちゃん久しぶり久しぶりじゃあ大丈夫かなこんな感じで皆さんねまだまだね寒い日が続くんでお体崩さないようにお気をつけてください本当に寒いもんね今日も。 今日はまっしーな方やったけど健康第一で皆さん毎日過ごしてください私も気をつけますファミのこと教えてくれてありがとういえいえこちらこそありがとうございますお疲れ様でしたまた会えるの楽しみです神戸でまた会いましょう ありがとう。うん、取ります。ありがとう。卒業おめでとう。ありがとう。<laughs> まだね、卒業はね、3月なので、まだ、これからなんですけど。ルカちゃんも気をつけてね、ありがとう。アレルギーの件は電話でお問い合わせしても大丈夫ですかはい。お電話でもいいですし、あとは、あの、のメールはないのか。お問い合わせ先っていうのはなかったのかな。多分ね、じゃあ、電話でしていただくのが確実だと思うので。 はい、していただければなというふうに思いますじゃあスクショタイムじゃあ最後にします皆さんスクショしてくださいスクショお願いしますピースしてるんで <laughs> イエーイ あと、愛してよ、愛してよ。私最近ね髪の毛ね染めたんですよ。久しぶりに。 ハイ,ライハイライト初めてや初めてハイライトというものを入れて細かく細かくブリーチをしたんですよ今はね色入れたてなんでちょっと分かりにくいと思うんですけど1週間2週間ぐらいすると色落ちしていい感じになると思うのでまた写真投稿しますねスクショはできましたか皆さん いい感じにスクショはできましたか ?OK かなスクショタイムってマジポーズむずいよな。OK かな ?OK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 ? ですか皆さん。多分 OK かな じゃあということで、えー、3月26日はバキバキおっちゃうのよろしくねぜひ一緒にお素敵な思い出作りましょうこちらこそ素敵な思い出作りましょうありがとうございます今日も皆さんインスタライブ見てくださってありがとうございました3月26日予定空いてる方はぜひファンミーティング私の初めてのファンミーティング来てくださると嬉しいです事前申し込み 私のツイッターの固定ツイートからお願いしますでは今日はこんな感じで終わりにしたいと思います皆さんありがとうございましたバイバーイバイバイまたね